まあ抱えてもらってますけれども、じゃあ抱えてもらいましょうかね。それじゃあお言葉に甘えていきますか。ちょっと待ってはい、どうもピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきますか。あのね、みんなにちょっと先に一言言わしてほしいんですよ。今風呂沸かしてんだよねだから途中でお風呂が沸きましたみたいな音声が聞こえるかもしれないんですけど、もし鳴ったら気にしないでくださいまあお風呂が沸くまでちょっとやっていこうかなって思います。よし、それじゃあ最初のコース始めていきますか。おお、ショッケー、ナイスナイス、シャガジャンでしたね。これはこのまま右に行きますか。いけるか。よし、ギリギリで、このまま右にジャンプ。最初しょっぱな勝ちたいね。まあ風呂が待ってますから、どん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 勝っていきたいんですけど、これはどっちだ。いや、このドアでよかったわ。よし、オッケー。え、みんなやられた。なんかキノピコ来るの遅いね。え、これはどういう感じだまあ非常に一人で遊ぶコースだったらめちゃくちゃ楽しそうな感じではあるんですけれども、これはオンオフをすればいいってことね。オッケーオッケー、どんどんオンオフをして鍵を手に入れろみたいな、多分そんな感じでしょ。オッケー。なんでキノピオが、なんでなんで僕ってか。うわ、これはもう絶対スターいるやつじゃん。これもスター取った人の勝ちじゃん。うわ、え、ファイヤーを取れましたね。ファイヤーの方を取れました。いや、でも絶対スターの方が熱いよね、これ。やっぱり、なんかみんなでバトルを起こす久しぶり見た気がする。そういえば最近ね、リスナーさんの方とね、まあ当たることが多かったんですけど、最近全然当たんないんですよね。YouTube マリオ待ってて、うざいマリオうざ、マリオ負けたくて、いや、これ上だって、これ上で、バカめマリオマリオバカめ。え、マリオ誰んとこ行った。多分なんか誰か邪魔しに行ってるでしょ。いや、しかもこっち、嘘でしょ、なんでこっち来んの。マリオ誰、マリオマジで何、え、ひどくないのマリオもうひどい、マジでひどい、ひどすぎ、もうあのマリオは。そしてキノピコどうした、キノピコどうした待って、よし、オッケーオッケーオッケー、ジャンプジャンプ、オッケーオッケーオッケー、マリオが来てる、マジマリオ邪魔マジか、マリオマリオ邪魔くせえな。ちょっと絶対マリオに抜かせないで、マリオに負けるぐらいだったらルイージゴールしていいよ。待って、ルイージどうした、ルイージ、オッケーオッケー、え、どっち、ジャンプだいや、惜しい、今の。それ最近コメントでね、あの集まれ動物の森で私の島に遊びに来てくださいっていう人がいたんですよ。まあ非常にですね、まあ可愛らしいコメントで、まあ嬉しかったんですけど、僕ね、最近集まれ動物の森は全くやっていなくてですね、まあそれでもあのリスナーさんのあの島に遊びに行くっていうのは非常にね、あの面白そう な企画っていうのかな。まあ、もう危ねえ、うちの危ねえ待って、キノピコ怖いだろうな、アイテムないからね、怖いでしょ。まあ僕が先に行ってあげるね、キノピコ。てかこのコース前にもしたことあります、確か。結構長いんですよね。てか相当凝ってるよね、このコースね。じゃあどんどん上に行きますか。まあ前にもしたことあるっつってもね、全然あの覚えてないんですよね、このコース。まあどんどん行けばもう勝手にまあゴールはできるでしょう。何言ってるかわかんないんですけどね、まあ行けばゴールできるよっていう話なんですけど、まあこのコースは本当に非常によく作り込まれてますね。作り込まれてるっていうか、コースの雰囲気がめっちゃ可愛いよね。で、まあさっきの集まれ動物の森の話は途切れたんですけど、まあ視聴者さん、まあリスナーさんのね、あの島に遊びに行くっていうのは非常に面白そうで、ちょっと待って、いや、ラグいまだラグすぎ、マジでラグすぎ、もうこれ絶対当たったよね。オッケーオッケー、まあ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 いいでしょう。このままどんどん右に行きますか。みんなでやり直ししませんか。いや絶対しないね、もうこれ絶対勝てるもん、もう絶対勝てる自信しかないもん。ただラグ、ラグさが尋常じゃない、マジで尋常じゃない。待って、やめて、全然進ま、通信エラーだけはやめてね。あ、止まった待って、止まった止まった、うわー危ねえ。よしよしよし、ちょっと待って、なんて読むかわかんないんですけど、ニセさんがギブアップしました。それじゃあ先にゴールさせてもらって、さあ次のコースやっていきますか。よし、一番前取れたね。うわ、熱い熱い、これパックンとかですよ。これ左に行けばいいの、矢印は左って書いてましたけど、僕右行きますね。これちょっと壁伝っていこう、壁伝っていきます。うわ危ねえ、やっぱそうなると思った、壁伝っていかなきゃね。何やってんだ俺今ヒップドロップしたよ、何やってんだろうね。ここで僕ちゃんとね、さっきヒップドロップしたんだけどな。ほっ
うわ危ない、よし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 、やったこのまま右でゴール、あってくれ、よしゴール来ました、よけるみんなおいで、きたザレース、マルチプレイヤー VS 来ましたね。なんかね最近マルチプレイヤー VS っていうかこの4人用レースっていうのがねなかなか来ないんですよね。ええそっからそっから、えぼ、どっすんさ、作動してなくなかったねえ、これフライングじゃんね、完全に完全にフライングじゃん。え、そしてルイージたちなんかこっち来てない、え、大丈夫、え、マジでマジでなんかルイージたちこっち来てない、これ勝った、そしてあ、ここでブンちゃん倒すパターン、オッケーオッケーオッケー、うわ、もうマリオ来たのか、オッケーオッケーオッケー、誰誰、僕でしょ、おし、オッケー、このまま右にダッシュ、右にダッシュダッシュ、オッケーオッケー、待って持たないでね、おし持てない、やったなんか速攻キノピオ僕を持ってくれたね。え、キノピオ誰ですか、マイドさん、 HY マイドさんうわ、待って、あ、なんかさこのタイムアップを狙うっていう方結構見たことあるね。よし、それじゃあ次のコースやっていきますか。あの最近さ僕あの TikTok の動画をですね YouTube に上げてると思うんですよ。まあちょっとそれはですね嘘嘘でしょ、どっすトロールコースじゃないんだからそんなのやめてって。でねその TikTok の動画をまあショート編として上げてるんですけど、まあこのチャンネルに今後上げるかどうかっていうのはめちゃくちゃ悩みどころなんですよね。サブアカっていうかまあサブチャンネル的なものを作ってですね、そっちにねショート編をどんどんあの投稿していこうかなって思うんですけれども、やっぱさ今までさこのチャンネルをあの作ってきて、まあチャンネルで動画どんどん作ってきてね、いきなりこの20秒とか30秒の動画があるっていうのもちょっとどうかと思うんですよね。なんかさコメントもいただいたことがありまして、お今日動画いっぱい上げてると思ったらあショート編だったみたいないや非常に申し訳ない。おポイナポーキャナコさんがいるじゃんさてさあ、あの方はですね僕のリスナーさんですね、まあ、昔から見てくれてますね、ピオリスと言っていいものかまあ抱えてもらってますけれども、じゃあ抱えてもらいましょうかね。それじゃあお言葉に甘えていきますか。ちょっと待って滑っていくんだ、そこはそこは滑っていくんだ。あやられましたねキャロクさん、じゃあそのやられた分僕がしっかりと取り返してみせましょう。あんまり先に行き過ぎちゃうとあのガリガリとかあるから危ないと思うんですよここだからね、あのルイージがやられることをですね祈って、うわルイージやられないから、ここはマジでルイージやられてし、うっそ。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。